はい、はい、というわけで、本編終わりました。はい、アフタートークというわけで今日のゲストナチュラルバイブス、イエーイ。今ね、本人たちのね、美味しいとこ取っちゃったからね。ちょっとやっちゃおうかな、本当に勝負だから。あー、なるほどですね。はっきり言う、じゃあ僕らもボルテージあげますか。あげます。ヒューマイスタンドフローブナチュラルバイブスぐらいのテンションでヒロヨさんに自己紹介してもらいましょうかと思って。あ、それがもう、あ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや、だから今の3人ぐらいのテンションでヒロヨさん自己紹介、1人で、ヒロナ1人で、バイブス出してほしいですね。そうですね。じゃあ行ってまいりましょう。ヒロヨさんのナチュバイテンションの自己紹介まで3、2、1。ナチュラルバイブースの友達のヒロナでーす。かっこいい。グラマラス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 。T シャツがグラマラス。そうですね。というわけでね、まあ、終わりまして。お疲れ様でした。あっという間でしたね。いや、ほんとそうですね。すごい。うん。足りない、足りない。足りないよね。バナナ足りない？足りないっす。今日着てるそのかっこいいジャケットは、うん、そうなんですよ。これがまあスポンサーというよりか、まあ協力していただいているドアラットというブランドのジャケットなんですけど、そうです。先ほども実はあのラジオが終わった後に来られました。なんでラジオが終わった後に来たんですか。僕が誤報で8時半とつぶやいたのをそれは無理にしてしまった。訂正したんですよ、ちゃんと訂正したんですけども、下にもかかわらずこっちだろうと。なるほどね。はい、8時に閉めるんで、あちら来ていただきました。このドアラットさん、そしてバンクドランカーズの靴、まあいろいろとやっております。うん、はい、ね、いいね、衣装統一。いいじゃん、かっこいいですね。本当ですか。カジャいいじゃん。あ、本当ですか。ありがとうございます。あれ、どうしたの。どうしたの。インフルエンザで。インフルエンザ。ちょっと、本庁じゃないんですけど。本庁。本庁。新本庁ってこと。本庁ですね。そうですね。新古代なっていう。あるよ。まず結成した理由というか、うん、なんでこの3人が。確かにさ、はい、なんか違うチームあったよね。そうですね。あの、はい、そうですね。黒とかさ、うんうん、アイベアとかとやってたりして、ね、2人がね。まああったりとか。すごい寂しくなっちゃうから。そう、泣きそうになってる。泣きそうになってる。なんかあったの。確かに。大丈夫。寂しくなっちゃう。寂しくなっちゃう。まあ自分の話題じゃないと寂しくなっちゃうんですよ。まあまあ、正直言うと、ライブで出てたのも同時にやってたんですよ。そうそう。ただ名前でナチュラルバイブスっていう名前ではやってなくて、でもなんかこことここでやってたり、こことここでやってたりっていうのはあって、そうなんです。浮気しつつ、そろそろこの調子で行こうかと決めた2013夏ですね。2013夏？嘘つきました。泣くなよ。急にらしくないよ。ちょっと戻します。そうですね、いつですか。結成は2012の、うん、まあ、末らへんですね。なるほど。ちょうど JBC あたりだちゃんとやり始めたのは。え、なんでなんでなんでだってさ、その、まあ、チームもいろいろあったりとかしながら、こう、きっかけというかね、うん、まあでもやっぱり、レゲエじゃないですかね。うん、やっぱりそこだ。そこはでかいですね。3人持ってるかな。レゲエ。レゲエ。そうです。カシャッやっぱデゲの現場に自分が進んでいく人っていないんですよね、ビートボックスの方で。でその中で、まあ、1回は行くんですよね、みんな、あ、面白いな。そこからちゃんとレゲエが好きで自分もレゲエを聴いてっていうのはこの3人だけでしたね。それがあれじゃないですか、唯一のつながりという。それ以外何も興味ないですね。いいですか。言いたいこと一個言おうよ。一個何。近くかな。うん、多分ラジオの時に言ったんですけど、うんうん、ナチュラルバイブスってめっちゃ噛んでるんですよ。ええ、ずっと。えナチュラルバイブスの噛む。いやいや、ナチュラルバイブスは噛んでる。そんなゲストっすよ。
ずっと、ナチュラルバイブスですよね。え、なるほど。ずっと聞こえない。誰もつこないな。ちょっともう一回聞いてみる。ナチュラルバイブスね。え、ナチュラルバイブス、ナチュラルバイブス、ナチュラルバイブスね。なんだろう。え、じゃあ3回連続で言ってもらっていいですか。ナチュラルバイブス、ナチュラルバイブス、ナチュラルバイブス。どうしたね。ちょっと噛もうかなと思ったけど、噛み切れなかった。そうそう、自然な時はよかったじゃん。自然に言ったら。目なんか、噛めばよかった。じゃあ、とりあえず、カザの言いたい一言、そういうこと。僕は、僕はないです。僕はすっきりしました。あ、よかったです。お疲れ様でした。じゃあ次行きましょう。まあ、真面目な話なんですけど、さっきちょっと放送中にも少し言ったんですけど、天下一音楽会っていう大会に出てまして、でそこで勝ち上がって ZEP 東京まで行きたいので、ぜひ応援に来てください。うん、多分 ZEP 東京で優勝すると嬉しいので、そりゃそうだね。そうですよね。はい、そう、優勝して6月ちなみにどうしたら優勝が決まるの。人が来れば決まります。集客の問題ってこと。なるほど。はい、じゃあこれ見てね、見に来るって方いるから。そうです、そうです。投票すればその分そのアーティストが勝ち上がる可能性が。なるほど。これはちょっとぜひ応援してほしいですね。はい、え、来ますかお二人。いや、もちろん、もちろん。あ、ですよね。行くしかないです。ちなみになんですけど、3月13日、4月14日、6月16日っていうもう3、4、6それしかないんで、来ますよね。本当、機械がこう、やっぱこう流れてるのにパッて合えばこういけるし。そうですね、機械がこう流れてるのでパンでいける。これ何ですか。これこれがザ・スライム。地震のプレートですか。これ地震のプレートがパーンピーパンピー。そんなんそんなんだよ。電話番号教えてもらえない。今のでも完全に無理よ。やっぱ僕が一番やっぱ言いたいことは、今日の点数とそれに対して番号が聞けるのかという。あ、それが一番聞きたい。裏のミッションですから。なるほど。今のやっぱパンピー僕結構良かったと思います。ちょっとピアですね。あ、点数入れてる。はい、はい、3点ぐらいかな。2、3点ぐらいで、電話番号は言えないかな。じゃあこうしましょうよ。その ZEP 東京優勝したら僕が教えるっていうのどうですか。ああ、いいっすね。うん、いいっす。優勝してもこういうのでこう、パンピーパンピー。パンピー。じゃあ分かりました。優勝したら教えてくださいよ。俺が優勝したら教えてください。俺が優勝したら。ヒロさんも俺が優勝したら。そうっすね、そうっすね。はい、というわけで長々ね、本当にすいませんでした。というわけでね、しました。今日のゲストのナチュラルバイブスでした。グルービーボックス、毎週火曜日8時から8時までやっております。皆さん聞いてください。ありがとうございました。どうもー。